平成19年9月26日、阿蘇警察署前で女性団体連絡協議会による廃油石鹸の配布が行われました。この廃油石鹸は9月21日から始まった秋の全国交通安全運動に合わせ8月1日に200個作成され、通行中のドライバーたちに一個一個石鹸を渡しながら交通安全を呼びかけました。今年の重点テーマは高齢者による交通死亡事故の発生率が高いことから高齢者の交通事故防止となっており、観光地でもあるこの阿蘇も週末や平日の出勤時間、夕暮れ時は車も人も多く行き来するので、期間中に限らず毎日交通安全を心がけましょう。今回参加した連絡協議会の人は、阿蘇での楽しい思い出だけを持って帰ってまた来てほしいと話していました。